おう、そうか。手短にの。わかったわかった。聖竜様のおぼし召し、いや、呪いかの。ともかくそれで可愛いデーデーの声がテテ親のものと入れ替わってしまった。元のめげー声を取り戻すにゃテテ親を殺すしがね。で、旅役者の子わらしに恋したデーデーは親父様を殺すために魔封じの探検をわしのとこから持ち出しよった。ここまでは話したの？そうよ。だから父さんが痛がったり苦しんだりしないように一番よく切れる刃物をちょうだい。おとなしいことや。ブル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 。今思い出しても少のうなった身の毛がよだつじゃ。あの愛くるしい唇からよ、漁師の胴馬声でそったがおかね言葉を吐くだぞ。ところがあれはよ、すぐに父親を殺さなかった、いや殺せなかったんだ。舞夜更けテテ親の心情を訪れ、眠る親父様の枕元に立つ。刃物をひげもじゃの喉元へ当てる。が、それを引くことも、振り下ろすこともできねえ。しばらくじっと枕元へ立ちすくみ、やがて涙を浮かべて心情を祈る。よごとその繰り返し。ところが親父様の方も眠ってなどいねんだ。娘の声が戻るならてめえの命を奪われても構わねえ。とに覚悟はできてたんだ。枕元に立つ娘、喉元に刃当てられたまま薄目を開け、寝たふりしてる父。二人の姿を思うとわしゃそりゃ胸が痛んでならねがった。やがてだ、いよいよ明日は旅回りの劇団が港を去るという晩が来ちまった。レレは今夜が最後と心を決めでよ、テテ親の寝所へ忍び込んだんだ。だがどうしたことか親父様の姿がねえ。父はレレがいよいよ劇団と共に村を離れていくのだろうと思ってなったんだな。だでば最後の贈り物、せめて手土産ば持たしましょと、新月の晩子が取れぬ魚を釣りに出かけていたのさ。生きてるんだか。そのよ、また海はひどく荒れよった。そして夜が明け、お天道様がつむじの上まで登っても、父親は一個戻ってくね。いつぞやと一緒じゃ。やがて黄昏、入り日で真っ赤に染まった海からさ、木っ端に砕けた船の残骸が一つ、また一つ、港へ流れ着いてくる。父親の死を疑う者はいねがったよ。レレは狂わんばかりに嘆き悲しむさ。声も親父様ももう戻らんもんね。泣き声は村中に響いた。レレン家から聞こえる獣みでな泣き声、
慰めに来た劇団の子わらしも家には入れてもらえねえ。もちろん子わらしゃ扉の向こうから聞こえるそら恐ろしい声の主が霊霊であるとは夢にも思わねえよ。してその晩もとっぷりと老けた頃じゃ。泣き続けた霊霊の喉はひどくささくれ、ますます恐ろしげな声。その耳に奇妙な音が聞こえてきたんだ。ずるりずるりびしゃずるりずりりびしゃ、濡れふやけた大きな肉の塊がじんわりとのたくるように、そりゃ港の方からゆっくりと近づいてくる。ずるりずるりずるりピシャずるり、肉を狙っているのか鳥どもも激しく鳴きおってな。ずるずるりギャッギャッギャッ、ずずずるずるピシャずるずるりギャッギャッギャッピシャずるずずず、音がレイレイの家の前でピダリッと止まる。やがて扉がギギ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